はい、今からですねモノレールの菊ヶ丘駅からですねずっとまっすぐモノレール沿いを歩いて小倉駅に行ってみたいと思います。ね、全部でね停留所が13個あるので、まあね1個ずつこの停留所を見ていきたいと思います。まあその一発目がこの菊ヶ丘駅終着駅ですね。番号出た13番、ね、13菊ヶ丘。今ねモノレール祭り2023が開催されてたのでそれを楽しんできました。あ、ちょうど今モノレールが行ってますね。あの銀河鉄道999の、ね、デザインが描かれています。ね、あれに乗ったらあっという間にね20分ぐらいで小倉に着くんですけど、まあ久しぶりにね全部歩こうと思います。ちょっと今ヤマップをね起動し忘れてたので一応起動しました。はい、丸食菊ヶ丘店ね。本当はね左の道を歩きたいんですけど、この先に行くと嵐山口で右に曲がるのであえてね右側を歩いてます。あ、ちょっと喉乾いたので、さっきね小籠包食べてめっちゃ喉乾いたんですよね。ここでねなんか飲み物を買っていきたいと思います。ポカリスエットをね買いました。あー、めっちゃ喉乾いた。しかも今日めっちゃ暑いんですよね。多分ね25度、26度ぐらいかな。めっちゃ暑い。あー、うめえ。Fコープがありますね。緑の建物で分かりやすいです。あのリンゴのねデザインが可愛らしいですね。そして目の前にもう市駅が見えてきましたね。菊ヶ丘から意外と近いもんですね。結構長いイメージがあったんですけど、生鮮市場のリエゾンがありますね。あ、そして一応12番 C 駅、ね、まあモノレールの駅ってあんまり変わり映えしないですよね。どの停留所もほぼ同じデザインなので構造も。小倉駅と競馬場前駅、この2つだけが結構特殊で見応えはありますけど、他のはねどれも一緒なので駅舎としての楽しみはあんまりないですね。あ、今ちょうどモノレールが来ましたね。市駅に着きました。じゃあ次は徳力嵐山口を目指します。これが多分遠いかな。モノレールの位置が高いですね。住所は徳力4丁目。しかもここねちょっとやっぱ嵐山口方面は上りなのでね少し疲れてきますね。ここ歩道橋がかかってますね。あー、この道下っていくやつかな。この上にもね歩道橋があるんですけど、このね先にも分かりますかね、斜めに横断歩道があります。あ、横断歩道じゃない、歩道橋がありますね。なかなかいびつな構造してますね。ね、こんな感じでなかなか交差して面白いですよね。
歩道橋とモノレールのこのレールが、はい、ここがね、徳力嵐山口のもうちょっと前なんですけど、カーブのところですね。これ左に曲がっていけば桜橋、徳吉の方ですね。じゃあこれね、信号を横断してモノレールの左側沿いをね、歩いていきたいと思います。さて、徳力嵐山口に着きますね。見えてきました。お、極真空手の道場がありますね。よっしゃ、やりました。徳力嵐山口ね。番号で言ったら何番やったっけ。あ、11番ね。11番の徳力嵐山口駅に着きました。やっぱり C 駅からこの駅までがやっぱ一番長い区間のような気がします。まあまあありましたね。じゃあ次は徳力講談前駅に向かいたいと思います。モノレールが行ってます。菊ヶ丘から小倉駅まで行く間にもう多分3台ぐらい見たんですけど、3回ぐらいね、モノレールが行ってるの。多分行きと帰りで20回ぐらい見るんかな。どうなんでしょうね。回転寿司カイト、このね、回転寿司はね、2、3回行ったことあります。ピザアラがあって、真理教前、真理教とかあるんですよね。これね、バス停見るたびに気になるんですけど、ん？真理教ってどこですかね。こっち側？向こう側ですかね。ちょっとわかんないですね。浜勝の横にマックがあります。最近マック行ってないですね。もうね、学生時代とかはほぼ週に1回ぐらいマックに行ってたんですけど、やっぱりね、どんどん行かなくなりますね。小倉徳力郵便局、左側に行けば徳力講談がね、いっぱいあります。めちゃくちゃ広いんですよね。しかもね、どれがどれか分かんないので、結構行ったら迷い込んでしまいます。配達のね、人とか大変でしょうね。ウーバーイーツとかでも屋台寿司、ああ、こんな見るとビール飲みたくなりますね。はい、そういうことで10番徳力講談前駅ね、下徳力遺跡、こんなあるんですね。あら、ピザハットがある。これいつできたんですかね。前なかったですよね、ピザハットオープンって。あ、10月28日グランドオープンって書かれてました。お、ここはね、蒲生八幡宮入り口になってますね。そしてこのね、ホンダの隣がケンタッキーフライドチキン、営業してるんですかね。お、パン感謝祭パック990円安、520円お得って。安くないですか、かなり。あ、
カーネル・サンダースがもう早くも、見てこれサンタクロースのね仕様になってます。早いね、まだ11月なのに。11月になったばっかりですよ、まだね。ハロウィンが終わって、あ、そういえば小倉ハロウィンってなくなったんですね。なんか全然街も賑わってなかったんで。ウィズ動物病院、ホットモット、海、あ、ドミノピザがありますね。そしてリンガハット、森常はね、なんかいろいろ揃ってるんで結構住みやすいですね。サンリブとかもね、ちょっと歩いたらあるし、コンビニももうちょっとでね、ファミリーマートもあるし、ね、こっち左に行ったら閑静な住宅地ですしね。森常本町、ほんといい場所。あー、でも今日ほんと暑い、夏みたい。絶対26度とか27度ぐらいね、下手したら行くかもしれないですね。マジであっちいいです。交通事故治療、すごい上り。さあ来ました、森常駅ね。森常駅は、9番ですね。駅前にはファミマと、あ、あんまりないか、ファミマぐらいかな。あとね、焼き鳥の松尾屋がありますね。あ、涼しい。ちゃんとバス停もあります。でもモノレールって10分おきに来るから便利ですよね。ダイヤを気にすることなく適当に行けば適当に来ますもんね。これかわいい、醤油の、あ、醤油やない、焼肉のタレ。怖いですね、サイレンが。絶対この靴履いたらね、小石が入るんですよね。なんか縛り方が悪いんかな。カラオケネットカフェ、アイボックスね。でこっちね、分かりにくいですけど、ゲームセンターのメッセ、昔はこうもっと広くて大きかったんですけどね、だいぶしょぼくだいぶねしょぼくなってしまいました。やっぱね、栄枯盛衰って言ってね、流行る時もあるけど廃れる時もありますね。そしてね、このメッセを越えたら競馬場の広い敷地が待ってます、ね、でここ歩道と自転車道がねちゃんと設けられてていい感じですよね。あ、気持ちいい。あ、今日は本当秋晴れ、
雲一つないですね。工事してますね、ここね。あんなところにプレハブをね、建てて、中入ってみたいですね、あの中ね。ちょっとでも暑そうですね。さあ来ましたよ、 JRA 小倉競馬場。すごいね、立派やね、やっぱね。さあ到着、競馬場前停留場で、こっち側に行ったら自動車学校がありますね。ここもね、競馬場と直結しててモノレール降りたらそのまま行けるんですよね。それがいいですよね、便利で。最近競馬場行ってないですけどね。8番競馬場前駅。あー気持ちいい。気温が一気に低くなりました。こっちが3号門、まっすぐがメインゲートですね。JRA 小倉競馬場ね、素晴らしい。まあ、今日は何もやっていないので、ご覧の通りガランとしてますね。車も1台も止まってません。よし、じゃあ次は北方ですね。北方まで行ったら、まあ、前半戦終了みたいな感じにしましょうかね。もうちょっと、これは何て読むんですかね、吉徳大工作地、江戸で最古の人形の老舗、吉徳の人形って有名なんですかね。やっぱ一回もね、中には入ったことないんですけど、昔からありますよね。で、北方といえばこのね、モノレールと高速が交差するこの地点ですね。おお、天ぷら屋さんがある。美味しそうですね。天ぷら屋さん人気ですね。もう満車、すごい。なんかこの木すごくないですか、めっちゃ立派、ね、育ち方もね綺麗ですし、いい感じやん。お、ここもね、なかなかレトロな感じがします。晩酌どころきま丸なんか、これ純手打ちうどん、ゆりうどん営業してないですね。もうモノレール北方駅前商店街。これ中どうなっとんの。ちょっと怖いですね、廃墟っぽくなってます。ここはね、フラワーショップゆり、田舎ん幸。そして7番北方駅に到着しました。もうちょっとね、北方駅前が栄えたらいいですけどね。なんか寂れたのをずっと放置してますよね。
はい、北方駅まで来たので一応ね前編はこの辺で終わりにしたいと思います。ではね後編も頑張って歩くのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。